とソウル回収しに行かなきゃ。はい、ということで、皆様こんばんにちは、おついちでございます。どうしよう、おついちの副音声デモンズソウル3回目見ていきたいと思いますよ。いやー、なんていうかね、正直言っていい、この人死ななすぎもうちょっとこう死んでもらえると、あーここねやっぱ死ぬよねっていう、まあこれから、がっつり死んでくれることを期待しつつ僕は見ていきたいと思います。はい、いやー死んでくれると思ったんですけどね、残念です。ただまあこの先が結構序盤ボスの中では結構苦労するんじゃないのかなっていう気はするんですけどね、これがフラグにならないことを僕は願うばかりでございます。さあやってまいりました、遠の騎士。でかいや、でかいんだよ、でかいの、ほんとこいつ出てきた時は、まあ僕ね、結構他のゲームとかでも言ってるんですけど、基本的にね、でかいやつ、でかければでかいほどね、やっぱりね好きなんですよ。だからこいつが出てきた時のやばいやばい感動ね、いややべえというのもそうだけど、いやいやもうでけえっていうのがねすごく嬉しかったけど、まあまあ攻略しに来ましたね。普通に無難に上を先に潰すっていう、あのもうムービーでもう、あ、先にここだなみたいな感じで分かってるとかね、もうね、いやらしいですねこの人。どうなんだろう、一発いっちゃうのかな。いやさすがに死ぬだろう、裸やし。あいたあれに当たり合うってあんのか。弱点頭だろ。いや、なんでわかるんだよ、なんで頭弱点ってわかるんだよ。よっしゃすごいな、この人のあの嗅覚っていうか野生の勘は。もう一回そのまま回復しないで食らっていただかないんですよね。あーあー回復する、信じられない。このソウル系の経験値にプラスこいつが強い強い武器をドロップした日にはもう誰も止めらんねえぞこれああそうか、でもこの先これだとどこだろうな、苦労するの割と当分先かもしれない。まあ言うて言うて、まあ一発死とかもありますから期待してみてましょう。ね、おー、行動の方に来ましたね。そんななんかスタートからやられるような要素あんのこれ。どうですかね。さあ行動で彼を待ち受けるの。あーあーまあでもいるわ、いるいるいる、全然全然苦労しそうなやついる。イエーイ落ちたねー、落ちましたねー。まあここは死なねえからな、できればね、ああやってこう一発でこう落ちて死んでくれるところでやってくれたりするとね、僕は嬉しいんですけどね。下は勝てーし、上から後者はバツバツってくるしな、なかなか難しい。まあできればこの辺で苦労していただけると僕的には嬉しい。あーいい、そういうのが見たい、もっと見たい。お、黒ファンか。おーいいよ、黒ファン、赤ファンとの違いは何ですか。黒ファンで一緒です。はい、他のプレイヤーさんです。 NPC のクロファントムさんもいますけど、基本的に普通に多分マルチ侵入してきたんだな。へえ、どうすんだろう人間状態だと対人あるのか、これは対人をするのが侵入者さあどうする、音じゃどうする。さあやってまいりました、これさあやってまいりました、勝負でございます。さあどうする。あっ、これは先に行くぜ。こいつこいつうわ拒否しよった。そこはやってほしく、まあまあしょうがねえな。あ、これはこれはやりますね、これはいいんじゃないですか。死にますね、死にましたね。はい、ありがとうございます。ひとかげさんありがとうございます。そこも結構大変です。まあここ行動はいいですね。そう、そういう死に、もうそう、あ、そういう死に方が見たいのよ僕的には。あやったー、全ロスだー。はい、全ロスありがとうございます。おとやさん初めての全ロス、いやいいですね。多分ね、そう、獲物が長いから、いろいろ、いろいろ、最高、ありがとうございます。コンボで、上から来まして、はい、そうです、上から来ます、はい、ありがとうございます。
最初スムーズにいったのに。最初ね、スムーズいってたね。だいぶデモンズっぽくなってきたね、これね。落ちてった、落ちてったな。よいしょ。はいはいはい、これでショートカットですな。あ、こうなるとだいぶ楽。そう、これでだいぶ楽。あ、でもミスると落ちるってことね。で、スッて落ちて死んでいく音じゃが見たいけど。あ、おります。はいはい、ということで今回はここまででございます。また次回ね、お楽しみにということでございます。ほんじゃまたね。おめでとう。